エクソは SM エンターテインメント所属の男性アイドルグループ。2012年4月8日韓国と中国でデビュー。2015年11月4日シングルラブメライトロマンティックユニバースで日本デビュー。同グループのユニットエクソ CBX については個別ページを参照。グループ名は太陽系外惑星を意味するエクソプラネットからモチーフを得ており。 未知の世界から来た、新たなスターというコンセプトのもと、各メンバーは超能力を持っている。エクソ K の K は、コリアン、エクソ M の M は、マンダリン、エクソ L の L は、ラブの略。アルファベットの K と M の間ある L は、エクソ K と、エクソ M を応援するすべてのファンを意味する。フルアルバムの売り上げは5枚すべて100万枚を超えており、2017年に、 クアドラプルミリオンセラーの達成及びゴールデンディスクショー、ソウル歌謡大賞、ネットアジアンミュージックアワーズでそれぞれ歴代初の大賞四連覇を記録した。2011年11月 SM から2012年に男性グループがデビューすることが明らかになり12月22日零時に SM 公式サイトにて新人グループの誕生を示唆するロゴとタイマー付きの ポップアップウィンドウが登場100日間プロモーションが開始した12月23日0時にカウントダウン終了回の予告映像が公開エクソ K とエクソ M のメンバー構成は公表されなかった2012年1月30日ファーストプロローグシングルホワットイズラブを発表3月9日セカンドプロ,ローグシングルヒストリーを発表 3月31日、ソウルでデビュー告知から100日目記念となるショーケースを開催。4月1日、北京でエクソ K とエクソ M の合同デビューショーケース開催。4月8日、エクソ K が韓国、エクソ M が中国でデビューステージを行い正式デビュー4月9日、デビューミニアルバムママを発売。2013年6月14日。 ミュージックバンクで初の音楽番組1位を獲得。7月、週刊アイドル初出演で番組史上最高視聴率を獲得。8月、週刊アイドル再出演で番組史上最高視聴率を更新。初の冠番組、エクソー S ショータイムが放送開始。12月27日付でファーストフルアルバムが 韓国音楽界12年ぶりのミリオンセラーを記録。2013年発売のアルバムの累計売上枚数が144万枚を突破。2014年4月日本発の単独ファンイベント、エクソグリーティングパーティーインジャパンハロー開催。5月15日クリスが SM に対する専属契約効力の不存在確認訴訟を起こし離脱。 8月日本の公式ファンクラブエクソ L ジャパンが設立。初単独コンサートツアー、エクソフロム、エクソプラネット1、ザロストプラネットを開催。10月トーカルハンガー SM に対する、専属契約効力の不存在確認訴訟を起こし、離脱。2015年1月2日、デビュー1000日目当日に KBS、ミュージックバンクで、リセンバー。 2014が1位を獲得。3月18日、公式アカウントパスコデで XO が、Twitter とウェ v e はで開設。4月、初の日本公式ファンクラブイベント、エクソエルジャパンファンクラブイベント2 0 1 5クソチャンネル、開催。8月24日、タオが、SM に対する専属契約効力の、不存在確認の訴訟を起こし離脱。11月4日、シングル、 ラブメライト、ロマンティックユニバースで、日本デビュー。2016年3月、ノンの4月号の創刊45周年号にて、海外男性グループ初の表紙モデルに起用。7月、サード単独コンサートツアー、エクソプラネット散々エクソディウムで、歌手単独公演史上初の体操競技場6回公演を、記録。クリスと、ルハンの訴訟が終結。 専属契約は2022年まで有効存続し、中国内活動の売上を SM に一部支給する、旨決定した。8月、発売のサードリパッケージ、ロットの同名タイトル曲が特定商品名の言及に当たるとして、KBS と MBC から放送非的確,確判定を受け、KBS と MBC での番組出演時は曲名、および歌詞を、ラウダーに修正。 10月31日、チェン、ベクヒョン、シウミンによる初ユニットエクソ c b x が誕生した。12月11日、大阪京セラドーム公演で単独コンサート100回を達成。2016年発売のアルバム類計売上枚数が12月27日基準で213万枚を突破。12月、 ネットアジアンミュージックアワーズで大賞4連覇達成。2017年5月24日、エクソ CBX 日本デビュー。第31回ゴールデンディスクショーアルバム部門、第26回ソウル歌謡大賞の両方で、歴代初の大賞4連覇を記録。7月8日、ツイッター公式アカウント開設。フォースフルアルバム。 ザ・ウォーが8月11日基準で101万2021枚の売り上げを達成。リパッケージアルバム販売前の最短24日で、ミリオンセラー。過去の3作品含め、クアドラプルミリオンを記録。7月11日付で、ウルフ、韓国5番メガボルトの YouTube 再生回数が1億回突破。グラウル、オーバードーズ、コールメイベビー。 モンスター各韓国5番メガボルトと合わせ再生回数1億回以上のメガボルトが5曲となった。9月14日付で韓国音楽番組1位獲得総数が100回に到達。M カウントダウンで5部門すべて満点の合計1万1000点満点で100回目の1位を達成。11月第8回大韓民国大衆文化芸術賞で国務総理から表彰された。 2018年2月に、エクソプラネット4、ザエリシオン、日本公演を開催。同年5.6月には、エクソ CBX の初となる、日本ツアーを行い、7月には4度目の日本、ファンクラブイベント、エクソ L ジャパンプレゼンツエクソチャンネルアドベンチャーを、開催した。スタジオアルバムミニアルバムデジタルシングルライブ CD、OST 映像作品写真集。 アルバムシングルデジタルシングル OST 映像作品。ありがとうございます。